中心のこの体幹まで入る、はい、まずデッドだけこれでやるんですよ。デッドここまで、そうで、このようにデッドリストでここら辺まで終わっちゃうと、はい、この後伸びるのが足だけになっちゃうので、はい、デッドリフトしても最後までこの伸びきる、ここら辺、そうそうそう、ここら辺までこの今ピッとしますよ、はい、この重さがここになります。で、さっきまでだとそう、ちょっと前、ちょっと前で、そう、足だけにやると重さが足にあるので、はい、で、背中に曲げて、そう、背中になるので、はい、でも、注意しなきゃいけないのがこうではないですね、はい、ってこうこうだと胸になっちゃう、はい、ここまでするとき、お腹、体幹周りと背中で重量を引っ張る、そうそうそう、じゃあもう一回やります。はい、足の指をしっかり入れることと体幹周りの背中に重量がしっかり入るように出してみてください。はい、そう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 、もう一回、はい、そうですそうですそうです、この状態ですね。試しにハイブリッドしてみます、はい、今の下から考えて下から一緒ですよ、そう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 、もう一回、はい、いいです、はい、一回下を落として、はい、
に出すような感じで、お尻を前に出すような感じで、前に出し、お尻そうそうそう前に出し、お尻を前に出し、そう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 、でお尻を前に出すときにバーベルの高さはそんなに変えなくて、出してもこれぐらい。よいしょ。
ですよ。最後ちょっと出れちゃって。そうね、最後はだからこっから今でも一個前入ってるすごい。気をつけないといけないのは肘が上って言ってて、はい、高くなりすぎても肘って下がっちゃうでしょ。はい。ここで。はい。高くなっても肘が上になって、だから絶対にこの場所崩さない。それが高くなってもこうなってほしい。こうじゃん。マジか。で、そしたらそのままキャッチ。はい。せーの。まあ結構なんか手はしか入れないように。入れない状態でこうなるような姿勢を作る。そう。だからその入れない状態で帰る感じになるのはしか。で、そのままキャッチ。本当につながる。まあ、構える気持ちで大丈夫。ちょっと気持ちだからこの低いんだよね、はい、低い状態だとどうしても痛くなるから、はい、ちょっと高くすることで背中そのまま張って、はい、一緒に上げて、はい、デスリフト1回やったらサムエット5回、はい、サムエット5回やったらそのままお尻、そうそうそう、3、
腹力入れて一緒に、お腹一緒に使って、そうじゃあ足の指と挟んでも一緒に伸ばして、そう足じゃなくてお尻、背中、2、そう肘を近いで、3、じゃあ始めます。今やった今でしょ。お疲れ様でした。